ばい、これはシェフだわ、マジで。今から食べます、味は。ひらばにしてあげるよ、ちょっと待ってよ。よいしょ。スマホスタンドもそろそろ買わないと。やばい、私より料理できるかも。ドーン、見て見て。まあなんかちょっと、まあ、さっき見したけど、写真撮ろう。煮た後がこちらになります。どうどうどう、ちょっと交換するね。ちょっともうちょっと待ってて。どうでしたか？ちょっとさ、トマトがさ、偏りもんしてるからさ、ちょっと美味しそう。やばい、魚久しぶりしかもね。魚久しぶりだよ ね。アサリもね、ちゃんと上手にできたね。上手にできたよ。やばい、私より料理できる。できない、簡単だね。この煮汁が絶対美味しい。え、めっちゃ美味しかった。パスタもなんか隠し味をちょっと入れたので。何を入れたの？ それを入れたらすごく美味しかった。ちょっとブロッコリーに過ぎたかな。うん、大丈夫。しなしなのが嬉しい。じゃあ食べましょう。リラも待って写真撮って。うん。も持てなかった。撮ったよか。大丈夫。一回単体で撮る。うん。こういう時のフーディーなんだよね。ね、なんかこんな料理できると思う。まあレシピあればね、うん、あれだけど。すごい、でも、まあ、レシピ一回失敗したけどなって書いてあるけど、まだ、ね、そういうのは聞かない。今日はもう完成、完璧なものを見せてもらってるから。見て見て、めっちゃ美味しそうじゃない、この画質。美味しそう。パスタで食べる明日。絶対美味しいと思う。トマトとか多少残したらパスタで食べれそう。え、どう思う？美味しいよね。これにちょっとオリーブオイル足したら。ごめん、オリーブオイル全部使っちゃった。え、そんなにあったの？え、間違えたから一回作り方。ニンニクチューブも全部使っちゃった。本当に？ごめん、一回も作り方間違えたから。あー、バレたね。オリーブオイル全部使ったってやばくね。やってさ、いや待って、じゃあさ、結構使ったよ。嘘、オリーブオイルもこんぐらいしかなかったよ。本当にごめんね。そう、依存しちゃったわ、リラ。自白したって。いや、わかんないから。ちょっと、はい、これちょっとも近く持ってき。お茶碗どけて。はい、ちょっと可愛く、可愛くそっち行こう。ちょっと待ち。まあでも確かに パスタでめっちゃオリーブオイル使っちゃうからあれか。うん、この辺ちょっとさ、ちょっときっしょくないもんで。リップさっきつけてあげたよ。そう、なんか全然、うん、あ、待って、3、2、1。タイマー消すね。欲しいな。ご飯もね、銀シャリ3合炊いてみた。おお、いいじゃん。なんか冷凍できるかな、どうせ、うん、いや、銀シャリって何まで。わかんない。なんでそれにしたの？あるから。え、なんか前ゆうちと話してた時に、うん、早炊きってさ、なんかそう、電気食うらしいよねみたいな話をしてて、で、なんか普通にエコシャリ、エコ炊飯でやろうかなって思ったんだけど、うん、なんか銀シャリっていうのを見つけて、うん、銀シャリでやってみようやって。お寿司かと思った。違うよ。でも別にそんな、なんか見た目的に変わらないっぽい。あと、お米だから、あとお米も全部なくなったからさ、うん、あれ使ってよ、新しいやつ。違う、お母さん家から持ってきたやつ。あ、混ざってる、ちょっとだけ、うん、でもなんか
新米とかって混ぜた方がいいって言うの、まあ、どっちが新米かも分からんけど、普通の。でも私の、はい、どうぞ、おかわりいっぱいありますよ。食べるご飯。これお玉ってかスプーン持ってくるわ。うん、イラさんの味見した時の笑顔素敵でしたよってよかった。え、待って、味見した時さ、ものすごく美味しかったの。ちょっと、うわ、でも絶対美味しい。魚ずっと食べたかったし、こういうオイル系好きだからさ、うん、オイルとかニンニクとか塩コショウとか。これアサリの殻さ、ポイするやつもいるよね。そうですね、いよいよ幼稚に代用のこれで、はい、食べていただきたいと思います。え、絶対おいしい。ちょっと入れていいじゃん、この一切りこっちに入れてみるわ。うん、絶対おいしい。入れます。今から、いや、トマトも食べる。食べれる、無理しないで。食べる、食べたくなる。トマト食べていい。うん、いただきます。もうまっ、マジでうまい。おいしい。ちょっとおしゃれに盛り付けしてみて。ありえんぐらいちょっとおいしい。ちょ、ごめん、なんか自家自産なんだけどいや、これは褒めていいと思う。こんなもの作れん、私は。作ろうとしてないから。あ、あった。ご飯どこに落とした。あ、少ないもおいしい。おいしい。どこに、どこに落としたか分かんない。絶対おいしい。花嫁修行中。そう、そうらしい。ゆうちがおしゃれに盛り付けてる。これおしゃれになるのかな、わからない最初はどうなることかと思ったけど、まあ、いいね。失敗も成功のもとやで。じゃあゆうちがどの段階で失敗したかめちゃ気になるまだなんとか。ゆうちがじゃあなんかどっか出かけてるときはやりますね、こういうふうに。ちょっとおしゃれに盛り付けしたから見て。もう食べたい、もう、もう食べたい。なんかコース料理みたいな盛り付けの仕方してるあ、憧れのコース料理。私もコース料理風にニンニク焦がしたのねえでもニンニクって焦がした方が美味しくない？食べていい？どうぞ。いただきます。じゃあまずはお魚から。うわ、緊張する。いや、絶対美味しい。食べるよ。魚食べてなかった、ずっとこういうね。だって一回失敗したもんね、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、よかった。超美味しい。うまい、めっちゃうまい。でもやっぱこういうのってパンとか食べたくなるね。あれ、盛り付けのセンスがないわ。かわいいかわいい。美味しい、超美味しい。大丈夫？うん。ご飯も食べます。ご飯は普通。うん。うん。これ何モードって言ったの？銀シャリモード。ブロッコリー、うん、トマトは無理して。おいしい。ブロッコリー、なんかこういうブロッコリーなら食べてる。生は、あ、生はあんま食べたくない、ブロッコリー。うん、だって超美味しいんだけど。美味しい、都に来た。やばい、ちょ、これは私も頑張らねば。近々ちゃんと料理配信しよう。うちに喜んでもらえて嬉しいなり。なりって何？アサリ食べます。やっぱりたまに魚介もいいね。うわー、リゾットとかも美味しそう、確かに。ね、これはでもパスタだな。汁？うん。でも結構オリーブオイル使ってあるよね。全然パスタでできると思うけど。ちょっと味濃いか心配したんだけど。うん、味濃いの大好き。じゃあ嫌いなトマトちゃんもね、ちゃんと食べていきます。
食べれるかな。うんうん、酸っぱ、うん、食べれる食べれる。これパスタでやったら絶対美味しいべ。パスタしました、うん、汁保存。パスタは作ってあげるよ。ではいないときは料理お願いします。はい、ないときは3部作でやるからちょっとうんうん。じゃあリラもタラちゃんもいきます。ペロリと食べちゃう。こんなのうんタワー撮ってない。ほんとだ。すごい、クリスマスのタワーなんかこうやってねだるのよくないのすごいすごいとか言って。じゃあ皆さんアットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。クリスマスツリータワー、イエーイ、嬉しい。うんうんうん、優しいんだけど、美味しくできた記念かっこいいかっこいい、ありがとう。美味しい、超美味しいんだけど、やばい、毎日食べたい、こういうの。何回で魚好きだから。うんうん、何でも作ってあげるからね。ティラも YDK だから、うん、何でも作ろうと思えば作れるよ。過剰に褒めてくれるから調子乗りそうだから、ここまでにしといてみます。うん、シーでも。うん、エビとかイカでも絶対美味しい。あ、エビ入れようとしてたのに忘れてた。うん。テンパりすぎてね、もう。パスタにエビ入れたらいいんちゃう？確かに。うん。これはすごくない？普通にアクアパッツァってすごくない？YDK だもんね。YDK。ねえ、ちゃんと褒めてもらいたいから料理配信しよう。トマトもなんかいい感じね。うん。悪くなってたトマト。うん。うん、そうだよね。ティッシュどこ？こぼしなきゃ。何作ろう？じゃあ隠し味何入れたか分かる？うん、分かんないかな。味する？あ、味する。レモン？違う。飲んでいい？いいよ。飲むもの？いや、分かんない。分かんないかな。分からん。正解はコンソメ。うん、分からんかった、ごめんね。うん、なんか味の素のホームページ見て作ったんだけど、コンソメって書いてて、キューブ、キューブ入れた。入れてみました。うんうん、超おいしい。よかった。やばい、なんかユーチーがトマト食べてくれて感激。食べてるよ。コンソメって隠し味じゃん。なんかアクアパッツァのレシピを見たときに、もうコンソメ入れてるのがなかったですよ、うん、で、まあ、いろいろレシピを見てたら、コンソメ、味の素のホームページのアクアパッツ見てたらコンソメがあったので、そちらの方に入れました。トマトソースのパスタとか食べれるよ。なんか食感がダメなのかな。1?2?7?70? うん、1。取れたか。ありがとう。
超美味しいんだけど、まあみんなも作ってみたい方は味の素のアクアパッツァレシピって調べて出てくる。骨、骨ある、うん、魚好きだけど骨あると幻滅しない？しない？ね、しゃべったかよってなる。じゃあみんなに見せたいからツイッターに載っけよう、うん、もうこのなんだ汁をご飯にかけたい。絶対美味しいね。半分しようこれ、うん、はい、どっちがいい？どっちでもいいよ。リラちゃん頑張ってくれたから好きなお菓子を買ってきました。リラが前食べたいって言ったやつ、うん、どれがいいかな。なんかいい感じに加工をかましてるんですけど、超美味しい、やばい。料理配信しよう。リラちゃんのオーダー何作ってほしいか聞いて。写真送る？ちょうだい。見て、これ入れるだけでめっちゃ画質よく見えるんだけど。ほんとだ、シャープめっちゃ綺麗に見える。消去じゃない。うん、ありがとう。誰？いちご誰？いちごこれ。あ、いちごこれ。届いた。簡単だった、作ってみて。簡単だった、うん。ユーチーが可愛い写真を送ってきたんだけど、何これ。おしゃれじゃない？うん、なんか私の料理適当だからさ。適当じゃないよ、美味しい、うん、なんか目分量とかだからとか、野菜の切り方とかも適当だから、なんか見てて楽しくないと思う。ごめん、箸が止まんない。永遠に食べてる。いや、負けるね。アヒージョも食べたい。逆にみんなは何作ってほしい？でもそんな映んないよね、画角的に作ってるの。そう、あんま映んなかった。なんか映んないよね、リラの顔でもう、うん、やらかしたから、その時は申し訳なかった。キムチチャーハン、チャーハンとかも余裕で作れるよ。今いっぱい食べちゃってる。中華スープいいよ。うん、ね、冷凍チャーハンとかふざけないで。なんか目おかしくなってる。唐揚げ、うんうん、オーブンないんだな。受けましたよ、ツイッターの方に。後でメールにも送るね。なんかアクアパッツァが強すぎて何作ったらいいか分からなくなってくる。アサリ美味しい？うん、アサリ大好き。買った、なんか嬉しい、こんなに美味しいって言って。美味しいよ、食べてくれることが。
なんか普段自分が作ってるからこそさ、なんか共に作ってくれると嬉しい。でもなんか自分はさ、作ってあげたいタイプだからさ、うん、基本は作ってあげたいと思うんだけど、やっぱこうやってやってもらうと嬉しい。ロールキャベツめんどくさそう。何がいいんだろう。でもまだ酢豚作ってないもんね。うん、酢豚作ってもらう約束はしてる。そうね、みーちゃんが食べたいって言ったもの作るわ。煮物とか昔は作ったけどな。でもおでん作ってくれてよ最近。うん、ピーマンの肉詰めも作ったよね一回。作った作った。餃子はね、冷凍餃子があるよ今。じゃあ一緒に餃子パーティーしようよ。うん、プレート買って。酢豚ってどうだろう。酢豚って難しいの。肉素揚げするかな。やっぱ野菜も素揚げするのかな。ピーマンとかどうなんだろう。そのままとかじゃないのか。酢豚ってさ、黒酢じゃないとダメなのかな。投げるんだ、頑張ろう。でもそんな大量の油いらないっしょ。タコパ配信もしたいって言ってたよね。はい、うん、タコパ配信したらみんな見てくれますか。餃子もね、やりたいし。見てくれます皆さん。やったら、いや、マジでたこ焼き作るの得意だ。めっちゃうまいよ。だからびっくりする。粉もうまいよね、もんじゃとか。ツイッターに赤パッツを載せたので見てね、うん、普通の酢でもいいんだ。うん、美味しいねこのお魚。うん、タラちゃん。なんか一回失敗した、失敗ってかさ、うん、腐らせたからこそ余計美味しいんじゃない。それはね、それはそう。あ、うん、だからホットプレート買って、買ったら何でもできるじゃん。餃子もできるし、お好み焼きとかもんじゃとかもできるし。ね、素揚げしたら色が鮮やかになるということです。ね、うん、じゃって家で作るの難しそう。うん、どうやってんだろうね。うん、確かにもんじゃってなんか汚れそう。うん、もんかそう。うん、東京ってさ、お好み焼き食べ放題とかあんの。お好み焼き本舗とか。お好み焼き本舗道頓堀、道頓堀だっけ。お好み焼き本舗っていうお好み焼きのそのチェーン店みたいな食べ放題。うん、食べたよ早っ。おかわりするご飯。うん、する。ありがとう。インシャリ入れるで。御徒町にあるんだ。半分くらい。はい、ありがとう。何をおかずで食べたらいいかな。久しぶりになんか白米オンリーで食べた。うん、銀シャリモードあんま変わんないかもしれない、普通のやつと。美味しいけどね。なんかご飯食べるの早いんだよね。早いよね、うん、リラ遅くない。最後この余った汁をご飯にもうかけるね。かける、うん、入れる。食べていいよ。結構食べちゃった、うん、ごめんね。なんか結構絶対美味しい。でもこういうの汚いっていう人とかいるんだろうな。自由にさせてくれよ。リゾットね。ね、リゾットも美味しそう。これにチーズ入れてチーズ入れて置いて。まあちょっと沸騰させる。アクアパッツァはちゃんとリーちゃんと半分こするから。
もう半分のお魚がりーちゃんの分。めっちゃ美味しそう。うまっ。うん、めっちゃうまい。スプーンで食べたら勝った。超美味しい。殻邪魔、うん、大丈夫。いや、これはパスタだな、もう明日。あ、開いてない、君が。エビ入れよ。これのパスタ、うん、いや楽しみ。うん、大好き、うん、お米の品種は何？ 2種類の種類。服部家のお米と、うん、普通に通販で買ったお米って混ざって。そう、絶対美味しい。うん、うん、今日いっぱい配信してたじゃん。誰？りーちゃん、うん、2時間ぐらい、うん、合わせたら。ネイルかわいい。今日も今日も撮って、どういうこと？今日も今日撮ってやる、絶対。今日も今日も撮って、どういうこと？初霜なのかな、わかんない。おばあちゃんが作ってるお米だから。レモンティーってこんな美味しかったっけ？うん、一口あのして、うん、うまくない？もうちょっと汁入れたら、うん、ブロッコリーも全部使ったの？うん、あんまなかったブロッコリー、うん、久しぶりに食べたね、ブロッコリーも、うん、使ったっけ一回ブロッコリー。あ、ポトフ使ったっけ、うん、おいしい。アメ横で食材買って料理してほしいんだって。アメ横ってそんな売ってるの？アメ横ってなんかお魚とかいっぱい売ってるイメージあるかも。でも、うん、アメ横の魚っておいしいの？二人とも可愛いだって。いやにょん、家庭菜園とかしてみたい、めっちゃ。そのコップピンクもあるの？どれ？これ？よいしょ。これですか？これですか？美味しいんだって、アメ横の魚。そうなんだ。でもすごいね、お魚の匂いするよね、うん。最後の白身タラちゃんを食べます。ユーチーの塩がね、塩コショウ好きだから、うん、ありがとう。いっぱいかけた塩コショウも。パブやってない、もうドボン女だから。ドボンしかやってない。パブやりたいんだけど。そろそろやりたい。だからドボンが終わったらパブするね、うん、とりあえずドボン頑張らさせてな。ミラもちょっと白米ちゃんを入れます。あと2日頑張らないと。このゲーム12を出すゲームしてるから本当に精神やられる。出てこないとね。ゲームねマジでリバースだから。マジで全然ドボンされるのもいいんだけど、12出させてってなるから、私がペコリペコリペコリってスタンプしてたら12があるってことだから、色変えないでできるで。お願い、本当にお願い、お願い。ドボンできるときも基本パスしてる。超優しくない？とか、なんだ、ドロー2とか来たら、うん、わざと拾ってドロー2持ってても、それでドロー2拾ってからまたドロー2出したりもする。うん、うん、じゃあドローツいっぱい出してごめんね、うん、と思うときもある。カードがそれしかなかったりとかしたら、うん、あら、助けて。頑張る。ちょっと今何位なんだろう。つか
やもう色変えられた時が本当にもうメンタルやれるなんでってなるリバースばっかり出してごめんね当たる方、うん、本当にごめん。あと2日我慢してくれ。やばい一緒だ今セナタンと言いますゴールデンベッドタイムじゃん今。4位になってるね。そうやねん。うん2個ある12最高じゃん。何号けどこれで色は色変えられたらもういや。じゃあリラは最後の締めとして汁をかけます。大丈夫かな。ドロースリーしてくれてもいいから本当に大丈夫リラちゃん不器用だからね。もうドロー2でもドロー3でも何なりしてくれたらいいからとりあえず12だけ出させてほしい。めっちゃこぼすのこの子。 OK またこぼしたっていいよ使ってスプーン。おっとあ、ごめんね。スプーン使ってるよ。イルちゃん、こぼしやすいからお箸は食べられない。これは明日のパスタ、ね、パスタです。こんな汁あってパスタできるか。できない。できるできるできる。しゃびしゃびになるかな。味足した方がいいか。オリーブオイルもないんだっけでも。どうやって味濃くするみんなだったら塩やっぱり塩コショウ塩コショウかな。あ当たったファンの人といた。うん何かハートさ補充されてるんだよね。うんなくなったら。うんに点数上げるとしたらこれは100点100でしょこれはよかった失敗しといてよかった俺に焼肉のタレ入れたら絶対まずいね絶対まずいね。ペロリと食べちゃった。でも多分成功しなんで成功したかって一つ言うと多分アサリのなんかパックみたいなの買ったんだけど、うん、アサリのなんか冷凍保存用アサリみたいなの買ったんだけど、うんうん、それの汁も一緒に入れたのよ、うんうん、だからだと思う多分アサリのなんか旨味、うん、アサリの汁の旨味がなんかいい感じになんか料理できるやつみたいな話してるやん。違うまだ解説してるだけだよ、うん、なんだと順にあるから緑にしてくれ。あーすああ上がられたコメントメンバーだけ見えたってだけ。あー砂抜きしてある冷凍でしてあるかよかったねじゃあ、うん、ごちそうさまでしたありがとう。このオイルは明日のパスタに、うん、使います。これフライパンに入れといていいものどうなんだわからん誰か教えて。移動させた方がいいものねえ色合わせてくれたのに。ああるねえどん
アサリね、砂抜き大変だよね。わかるわかる。あ、よかった、砂抜きとかマジでわかんないから。うん、ありがとう、嬉しい。やっぱこうやって帰ってきて美味しいご飯があると。ねえ、スキップしないで。ねえ、色変えないで。ねえ、怒ってる。誰が？あの人？出せなかった。持ってるのに出させてくれないの。なに、え、そう、1個目にスーパー行った時アサリがなくて、シジミはあったの。うん、シジミ買おうかなって思ったけど、なんかどこにもレシピにシジミなんて一言も書いてなくて。シジミはな。で、それでもうこれ別のスーパー行くかと思って別のスーパー行きました。だってこれがもういい匂いだもん。しじみはね、味噌、しじみって逆に味噌汁以外何に使うか分からんけど。何料理なんだろう。アクアパッツァって、うーん、確かに。何料理、イタリアっぽいけど。イタリア料理と申しました。ありがとうって。ありがとう。今日あったかいね、ちょっとだけ。イタリア料理なんだ、うん、ね、あんまり寒くなかったよね。なんか思ったより寒くなかった。別に、うん、寒かったけど、うん、家の中がなんかそこまで。この前よりか、うん、イタリア語で狂った水なんだ。狂ってるもんだって色。うん、明日はエビパスタですね。エビ、エビ。でもやっぱ海鮮のだし、うん、入ってるから美味しいかも。じゃあこれちょっと置いてくるわ。うん、ありがとう。いいやん、ちょっと見ててこれ。じゃあ、うん、ちょっと待っててくださいね。よいしょ、よいしょ、せーの、よいしょ。誘致受理なし。私はまだアクアパッツァの汁をあとご飯と混ぜて飲んでます。うん、はしごしてよかった。なんかもう、まあもう違うスーパー行くのめんどくさくても、ああめんどくさいな、行くの迷うなって思ってたんだけど。ニンニクチューブももうないのか。これ持ってっていい？うん、ニンニクチューブももうない。嫌味だね、それは。だからキャベツ作ろうかと思ったけど、そっか、作れなかった。青山にアクアパッツァっていう名前のイタリア料理店ある。そうなの。今日リラちゃんと対戦できた、嬉しかった。あゆちゃん、ユーチーのファンの子でしょ。あゆちゃん、あゆちゃん来てるの。うん、ちなみに塩抜きは海水くらいの塩水にアサリを入れて紙で蓋をしてくらいのもさ、後で洗い物しようと。洗い物も最後までしなくては。してくれたの。うん、よいしょ。ふう、すごいね、リアちゃん。レモンティー入ってる。入れる？入れて。ありがとう、おかつ。モバメ撮り始めました。やったー。
ヤッターマンだよ、ヤッターマン。もう飲み切っちゃっていいこれ、うん、久しぶりに飲んだレモンティーなんて。相棒ワイパー、好きなの好きなの、シュキシュキシュキピ、なんでこんなに興味ないね、シュキピシュキピシュキシュキシュキピ、なんとかかんとかピピピピめっちゃ今ハマってる、毎日聞いてる。じゃあ次はユーチーに酢豚を作ってもらいたいと思います。頑張ります。ごめんね、使おう、うん、でも酢豚の具材がないです。いつ作ってもらうかな、8日とか作ってもらうかな。今日6日いつでもいいよ。明日はエビパスタなんで、うん、今日昼カレーパン作った。昼夕方カレー余ってたから、パン食パンにカレーとチーズ挟んで、ちょっとぐちゃぐちゃなったけど。豚バラでできんのかな、酢豚って。できないよね、絶対。ちゃんと固形、固形っていうか、なんか美味しいよね、豚こま。じゃできんよね。でもピーマンとかもいるはず。玉ねぎ使わなかった。うん、玉ねぎって書いてるのがあんまなかった、うん、ああキノコ入れたらこうユーチー喜ぶだろうなと思ってキノコ嫌いなみんなんで入れなかった。いいちゃんのご飯粒出てきたわけ。豚こまじゃ薄いよね、わかる。酢豚ってやっぱああいうお肉の食感がある方が美味しいからね。今日も来てる。パイナップルは入れますか。美味しかった、ごちそうさま。いいえ、ありがとう。よかった、喜んでもらえて私は歓喜です、うん、とんかつ用、そういうこと。とんかつ用じゃないとダメな、調べるわまた。じゃあ酢豚配信にしようか。酢豚配信してリラは隣でガヤガヤしとくから、うん、このコップ6個あるからねそうこのコップが6個あるやつ。そう、なんか揃えたくてコップとかね、うん、だからお皿とかも揃えたんだけど、そう偶数が好きだからさっきも言ったんだけどちょうど6個ぐらい かわいいよねこれ。バッグ、おしゃれなカフェにもこのコップ使われてた、うん、なんで6個ってなるよね。まあ、でもねお客さんこんなそんな来ないけどえ、なんかメンバーとか来るかなとか、あいるファンの人思って。黄色出して、黄色、黄色出して、にょーんにょーん。好き嫌い合わせないと共同料理は大変だな。大体リラが嫌いなもの多いだけなんだけど。そう、うん、なんか私がご飯食べないときにユーチーは結構一人で私が嫌いなものとかを食べてます一緒に食べれなくてごめんねっていう感じなんだけど。6人のホームパーティーしたいところって誰だろう、誰呼ぼうか。6人もね入れんな、寝る場所がね。あ6人は入れると思うんだけど寝る場所がない布団も買ってないしね、うん、来客用の布団を買わないといけないところです。誰かちょうだい、フランフラン誰かちょうだい誰か買って、誰か買って、布団なしでいいから出て。絶対寒いよここ。寒いよ確かに。コップフルで使ってみたいね、うん、コップ、まあ、このコップが6個あるだけでコップ8個ぐらいあるから家に、うん、8人までは来れるよ。8人来れないよ6人来る
このコップが来客よ。そうだった。そう、これが来客、普段も使うんだけど、そう、私たちのなんかメインの普通にマグカップもある、うん、全部で8個、うん、ある。12がない。いや待って、さっきから5回連続ぐらいで12出てこないんだけど、どういうことだろう。今日の朝起きたらそれが本当にイライラしたお姉さん感ある。本当久しぶりになんかこういうポニーテールしてから。コップ以外のものは6個あるの。タオル6個、うん、バスタオル6個、そう、ね、バスタオルもなんか全部同じ種類の揃えたとか、なんだろう、こういう布巾とかも全種類一緒とか。これも6個ある、うん、この布巾も6個ある。そうだね、マジ6個女なのリラ、偶数女。そうだよ、今12に振り回されてるから、人生12で生きてる今マジで12のことしか頭にないから。リラもやってるよ、ドボン。リランチと会いたいな。リランチュ、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 リランチュ。タコパしたいね、餃子とか。でもホットプレートとかあったら賞味無敵じゃない。毎日料理配信できるくない、うん、だってそこで肉焼けちゃう毎日料理配信できるよ、ね、うん、ホットプレートの楽なとこって座ってそこで食べれることがいいよ、うん、いや、なんか洗うのめんどくさい。ロボのコメント可愛いよ。家から持ってくる？どうやって持ってくる？大変じゃない？うん。お腹いっぱいになった？うん。本当に？後でポテチ食べようかな。うん。私はなってない。某アイドルグループは毎晩料理配信してよって。誰だろう、アイドルグループ48じゃなくて。カセットコンロがないね。ゆうちの買ったホットプレートでたこ焼きもできるやつだっけ。うんうん、たこ焼きはできないか。買った方が早いか。どんどんどん、ドンキードンキー、ドンキーしか勝たん。ボリュームワンティングヒスラムのジャングルだ。ん？これ置いてくるわ。ありがとう。いいね。痛い痛い痛い。なんかね、さっきマスカットミックスジュース買ってきてってさ、ショールームで言ったと思うんですけど、ユーチーにマスカットミックスジュース買ってきてくれた。ありがとう。デザートはポテチがある。ポテトチップスがある。チーズ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 。見て、優しいユーチがね、リラが前食べたいって言っててね、でもダイエットしたか、おおダイエットしたから食べてなかった。そう、また今度買うって言ってたから。チーズチーズチーズを買ってきた。これを買ってきた。うましよ。喧嘩した時に勝手にリラは食べたり。そう、なんかユーチに買ってきたよって言って見せてくれたのに、なんか一人で食べててはぁってなったけど許したよ。タコカップルって何タコカップルって何。たこ焼きばっかり言ってるカップル。ねえ、チーズだね。本当に4種のチーズだ。ユーチは食べない。食べない。4種のチーズ、4種のチーズピザなら食べれるよ。クワトロフォルマッチ、ユッチーのあるよ。じゃあ今ポテチめっちゃない。もう一袋あるよ、ユッチーのポテチ。やばい、ポテチめっちゃある今。片揚げポテト見て、ニンニク。もう一個なかったポテチ。これもある。もう一個あるよ。九州昆布、昆布昆布醤油。やばいね、お菓子やばい。のり塩しか硬いよな。これもめっちゃ美味しそう、超美味しそう。厚切り
昆布醤油味。私が気になるのは香ばしニンニク。マジでポテチしか買ったん。これなんだっけ、北海道バター醤油。醤油味、バター醤油、北海道バター醤油。美味しそう。ポテチ屋ってポテチ屋だよ。みんな人によるよね、やっぱ好き。私一番のり塩が、ん、薄塩が好きだったけど、のり塩に変わった最近。なんか基本あっさりめが好きだから塩が好き。ありがとう。はい、よろしい。もうなかったお菓子。まだあるよ。何がある？あとはゆうちんの好きな、食べるこれ。よく食べよう。これ捨てないと多分もうね、おいしくない。ハッピーターン匂いがもう無理なんだよね。で、ゆうちんのきなこラスク。これもやばい、食べないと。で、向こうにもなんか何個どうして食べる？フルーツとかがあります。みかんとかも食べないと。みかん食べないと。みかん好きなの。え、これさ、ニンニンのさ、あれに入れといて。 OK、 OK、 私ね、お菓子が散乱中ですよ。なんかお菓子ボックスなんだけど、これだけで足りるだろうと思って。足りなかった、ね、これを買ったんだけど、あの、全然これだけじゃ足りない。これ賞味期限もうすぐだよ、22まで。マジ修学旅行みたいなお菓子揃えてるから、めっちゃお菓子ある。食べたくなるのよね、うん。いつでも食べられるようにお菓子はこういう感じでストックしてます。ストックしてます。ストックしてます。誰呼びたい？家に？誰でもいい。何人かは来たこと。うん、数人ね。数人。誰でもいい。みんなおいで。かわいい。今日嬉しい。これ高2くらいに買ったニットだけど、全然着てなくて久しぶりに着た。メール書いてないから書かないと。今何時？今は46分。9時？8時？、はい、9時？ 9時。もうそんな時間なんだ。すごい、これクリスマスもバラとかあるんだ。バラ？これバラ？何植え？リース？リースとかもあるのね。そんな時期なのね。Last Christmas I gave you my heart とかかんとかなんとか This year なんとかなんとかかんとかスペシャルなんとかかんとかスペシャル。そんなに食べても二人は太らないからいいな。太るよ、太るわ、太るよ太るわ。でもそんな毎日これを食べてるわけじゃないからね、うん。ポテチ久しぶりじゃないだって。うん、久しぶり、まあ、うん。毎日これやってたら太るけど、そんな週に1回くらいしかないから、これがストックであるだけで、うん、ストック。私の場合ストックで買ってもいっぱい食べるんだけど、ゆうちの場合買っても食べないパターンが多いから、うん、なんか私のお菓子は少なくなる一方で、ゆうちのお菓子がいっぱいあるって感じ。そう、減らないんだよね。なんかお腹空いたらもう歯磨きしたらもういいやってなる。歯磨きしても食べないどこっていう思考回路。そうそうそう、だからあんまりゆうちのお菓子は減ってないかな。やばい、メール書かないと。メール書かないとだ。買って満足もあるかも、意外と。たあるね、ゆうち、うん、これ食べたいって言って買って、なんかもったいなくて食べれないっていうのもある。ゆうちはいつ配信するの？酢豚？酢豚配信明後日くらい？うん、
べたいって言ったら作るよ。メール書きます。うーちーの分までリーが太るパターン私多分基本的にお菓子食べ過ぎる人だから、うん、8日15周年や。そうで忘れてた忘れてたっていうか、何時から何時までするんだろう。ああもう爪がボロボロ。自分も週末しか飲まないのにお酒買ってきちゃう。なんかさ期間限定とかさ、その日にないかもって思ったら買ってきちゃうんだよね。その日にしかないかもって思ったら。なんか期間限定とかラスイチとかに弱いから買っちゃう。クリスマスプレゼントあげるねって。何くれるん？何くれる？この絵文字の真似してみて。口が三角形。緑出して。切り取らないといろいろ写真やばい。かわいい。うん、分かる。安くなってるとつい買いがちだよね。でもそれ安いものばっか買って結局高額いくんだけど。あるあるじゃない。トボンしてるずっと。スペイン料理だっけ？イタリア料理？イタリア。イタリア料理のって書くの？イタリア料理初めて。メール書くよ。今何分だろう。このドボン終わったら書くね。バーストさせられたんだけど、どういうどうしてだよ。行きましょう。じゃあバーストさせるのは良くないわ。ドロー2とかは許すけど。メール書きます。自撮りしよう。怖くない？怖いって言わないじゃん。クリスマス。今これ加工なってんのかな？加工してる？あんまり。でしょ？アクアパッツァがイタリア料理で、アヒージョはスペイン料理なんで。そうなの？アヒージョ。ゆうちゃんはアヒージョが好きだから。アクアパッツァも好きだよ。オイル使ってたらなんやかんや好き。オイル物が好き。パスタとかも。油が好きだ。ポニーテールがあんまり見えないのですね。はい、何が映ってた？ん？見て見て見て、このレンズに自分が映ってる。本当だ。ユーチューが2人いて。見てみんな。見て見て。面白いね。こんくらい存在が尊くなりたいな。どういうこと？
見えるかこ。第一弾着弾するかな。1通目送った、2通目送るんご。じゃあリラも自撮りするね。みんなオリーブオイルって体にいいんだ。そうだよ。自撮りします。なんか右目がね、今度ここで。パンでオリーブオイルってさ、すごいなんか何にでも合いそう。うん、なんかアヒージョ、まあアヒージョってさスペイン料理らしいけど、アヒージョをフランスパンにつけて食べるの大好き。そんぐらいからする。かった。今日はいっぱいしようかな。ねえ、たこ焼き器でアヒージョできるよね。私たこ焼き器でやってたなんか冷凍のイカだったからもう爆発してさ、イカが飛びまくったんだよ一回パンパンって怖い。それがミルクた。そう、もう部屋が油まるけなの。オリーブオイルは太らないって本当？わかんない。太りにくいよね。でも普通の油と比べてね。今日親密、今日明日まで親密度アップやってるもんね。何回やるかなと思って。メロクタ7回する。頭突きされた。やめなさい。ごめん。いや本当は昼ドボンしようと思ったんだけど、すっかりバタバタして忘れちゃった。
あちゃ。ネイル送ったよ。2個目。かわいい、ゆかりん。ピューロランド？うん、ピューロランド。ピューロランド行きたいね。ツイッターの写真のアクアパッツ美味しそうだよ。ありがとう。じゃあリラ開けるわ。チーズチーズチーズ。分かった。でユーチーじゃあ一緒にドボンしよう。秒数指定して。いいよ。みんなもやりますか。やるやる。携帯ない。携帯ないね。携帯ない。携帯ないわ。どうしようじゃ。うん、ピロロ行きたい。じゃあもうこれを見て。感覚でいくしかない。感覚でいくしかない。何秒にする？じゃあ10時1分。10時1分36秒。10時1分36秒。会えるかなこれ。皆さん10時1分36秒。よろしくね。もうすぐだよ。もうピロロ行ったことない。ちょっとじゃあみんな自分の時計見てやってる。リラたち何秒言うから。ちょっとあ15秒になりました。25ぐらいからとかね。20秒。今25秒。26 27 28 29 30 31 32 33 34。え、36でしょ。え、そうだっけ。そうだよ。何やってんの。ねえ、おかしいよ。36だよね。いるじゃん。でも音でかいよ。バンされるよ。え、36って言ったよね。え、36って言ったよ。ごめんなさい、言った。誰かいないってば。36って言ったのに。いるじゃん、いるじゃん。あ、いたいたいた。36って言ったのにさ、34で話したよね。でもいるんだけど。まあ時間感覚があれだったかね。エリア36って言ったっけ。言ってるじゃん。ちゃんとしっかりしてよ。本当にびっくりしたよ。分かんない。でもね、まあ当たったからいいでしょ。ハットリバースユーナいるよ。ハットリバースユーナだよ。ハットリバースユーナ。ハットリバース、ハットリバースね。ハットリバースユーナがいる、うん、誰だ。みんな当たった？ドボンします。ドボン、じゃあドボンを求めてないのよね今。うん、12が欲しい。12を求めてる今。終わった。ピアさんあんま見えなかったか、気をつけたけど。じゃあ次は何秒にする？うん、4分。じゃあ4分8秒ね。4分8秒だって。忘れないようにしとこう。4分8秒。48で。4分8秒ね。みんな誰と当たったの逆に。うん、ドボン。ショールーム時差あるから。ハットリバースユーナって誰？昨日思えたんだけど。ハットリバースユーナ。うん。4分8秒ね。4分8秒ね。お、まだ。ユナシンバイト。嘘、本当？よかった。こっちはいるかな。4分8秒。まだ。もうすぐで4分になるよ。ちょっと準備しとく。はい。ゼロ。2 3 4 5 6 7 8。おっと
当たった。ユーチがいる、ユーチがいる、誰ともいない。ニラン中虫じゃないから。ディラン中はおもろい。虫じゃない。ディラン中はおもろい。虫じゃない。誰面白い名前って。どんな名前。12がないね。だってもう2人でも12持ってる。テロップ変えよう。そういうネームだったのって。あ、そういうこと？あ、そういうこと？リラン、リラン虫と会ったってこと？どういう名前？リラン虫がいたってこと？当たってからお楽しみで。当たるかな？リーちゃんがドボンした。マジ？ドボン求めてないんだけど。これそう。じゃあ次は？今5分だから6分。6分32秒、31秒。6分31秒です。次6分30、10時6分31秒で。秒数とかも決めてない。今決めてる。今決めてるよ。10時6分31秒。10時6分31秒で押してください。充電ね、うん。じゃあリラはチーズチーズチーズ開ける。ユーチはまだいい。開ける。10時6分。あ、もうすぐ6分になるよ。そうそうそう、今6分になった。10時6分31秒ですか。やばい、時計見れる。にゃん。みんな10時6分31秒。今15秒。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。一緒、一緒説。あ、いなかった。え、誰もいない。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 12も出ないね。12もない。ありがとう。確かにこれは運試しかもしれない。秒数合ってないの。ユーチーのチョコランゴでしょ。私はチーズチーズチーズ。え、みんな誰と当たった？時差少ない。誰とってどういうこと？ファンの人ってこと、うん、誰とっていうか誰だと当たりました。Can you speak English? No, no, no. 食べるで。ごめんね、ごめんね、ごめんね。びっくりした、びっくりした。ごめんね、ごめんね。やばい、昨日よりチーズ。昨日よりチーズを感じる、隣で。次は？フレア9分。あ、ここからの9分5秒、9分6秒。9分6秒。うん、今8分だったから。アカリンと当たった。メンバーとかも多いのかな、うん、この時間。時計リラ押して当たったって。たった今ランジにドボンされます。9分6秒ね。あ、ハート補充されてる。やばいやばい、もう始まる？始まる？45秒まだ。50秒。3、4、5。いた。お、いない。 iPhone の時計で6秒とか無理って。無理だけどやってんだ。
赤リンの牛乳一個。ピンク出してピンク。赤リンのファンの格好がいる。赤リンもやってるから。この団内でなかなかやっぱりこの時間帯すごい。うん、多いイメージでも。ピンク出してピンク。優しい、ありがとう。スタンプレンド。ありがとう。おいしいポテチ。おいしい？チーズの味する？うん、匂いするもんだって。ドボンドボン、ドボンしない。数える。この iPhone の時計しかないからもう感覚で数えてんねん。なかなか終わりませぬ。うん、もうこれは運ですね。うんうん、めっちゃリバース持ってるやん、あの人。みんなさ、手動オートどっち派なんだろう。私は最近オート派なんですけど。終わったかな、みんな。次は終わったかな。今11分だから12分、うん、25秒12分25秒その方が分かりやすいかな、多分6秒とか。じゃあ12分25秒、もうちょっと、もうちょいね。ね、待って、マジで12出ないんだけど。セミオート、うん、ありがとう、出してくれた高半さん。やばい、やっかいやんや。誰もいない、うん、だってファンの人同士渡ってるって。めよかった、ほっとした。あと1ファンの人渡ってるならいいや。いいよ、やってても、うん、耳壊れる、ごめんね。足んないね。うん、この時間帯があれだね。時間帯が時間帯、うん、一番多いと思う。9時10時が2通目も来た。そんな早く来るの、まあ、よかった。アクアパッツを写真撮るのうますぎってシャーオユッチが、うん、ちょっとドボンタイムもあるから心配しないでね。嘘、普通のドボンタイムも後でお互い後ほどやりますので、うん、何分からやるって言ったっけな。その前にちょっとショールームを終わらせていただきます。なんでかって言ったら見るものがないからね。うん、大臣ありがとうございます。終わったよ。今14分、15分45秒。どう、15分45秒、うん、みんな次は15分45秒だよ。15分45秒、もうすぐ15分になるよ。15分になったよ。コメントみんな次は15分45分。 あそうだ、ドボンのランキングも読まないといけないから、ちょっと早めにドボン終わるね。ドボンのランキング、うん、読まなきゃいけないから。
今日？うん、今日読む。遅くなっちゃったから。今30秒。35。41234、うん、さあどうでしょう。おいるよ、リランチュ。あ、イゲチヨシいる。リランチュ2人とモチキンさん。ユウチの推しが2人ですか。どうなんでしょうか。知らない方ごめん、知らない方ありがとう、12出してくれて。12がさ、全然出てこないんだけど。もうあとはドボンしてもいいよ。もう12持ってない今イランチュ。やっぱりお互いでやってるからさ、こっちも当たんないしさ、うん、皆さんも一個合わせか、うん、今ですか、今ですか、うん、パク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 してる YouTube のもね、パク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 ってやるの、たまにやって。やんないカモ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 ってやんない。はい、カモ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 。昨日ゆきりんさんとドボンしましたよ。たまたま当たった。プップー、当たんないね。にゃん、あと1枚。1日が終わるの早いんだけど、私だけですか。うん、起きる時間遅いからじゃない。あ、確かキリンさんと当たった。そう、すごい。今日久しぶりになったよ。遅かったよね、ちゃんと。うん、うん、ちゃんと遅かった。もうゆっくり寝てたから、ごめんなさい、ドボンします、ソーリー。じゃあ次、みんな終わったかな。もう終わってます、皆様。絵文字の真似してかわいい。これどこ見てんの。知らん。今何分。次は次19分なのよ。19分20分5秒にする。19、あ、じゃあ20分5秒。次みんな、次はみんなを、うん、20分5秒。25分になったらじゃあランキング読みます、うん、ごめんね。うん、20分5秒で。何時から配信してるこれ。対戦、こちらこそありがとうございました。20分5秒。8時52分。もう1時間余裕でやってるんだ、びっくり。20分5秒だよ。あ、ドボのランキングを読む。25分だったらもうすぐだよ。50秒だよ今。はい、ゼロ、まだ0345。お、左、ユーナのロマンスがいた。 YDK 油はねかしって何。油は寝かし？油はねかし？油はねかしたってこと？
絶対でもこれりーちゃんに向けての名前でそんなことないよって言ってる。12がない、ね、12がさ、さっきから出てこないんだけど、ね、これさ、ファンの人でさ、スタンプ連打する人ってどういう感情でやってるんだろう。ちょっと、ちょっと押してくれね、どういう感情なんだってば。終わった。疲れん腕なーのみんな、なか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 当たれない。うん、ドボンの遭遇ツイート見よう。12もない。持ってんのかい持ってんのかい。12恵んでくれねえ。スタンプそんな連打しないで、もう目が痛いから。ねえ、緑緑出したら、うん、うん、したよ。みんな遭遇ツイート見てるよ、ちゃんと。ねえ、買えない、うん、スタンプが騒がしいんだわ。いいんですよ。せっかく緑にしたのって結局またマジバナちゃんかよ。油はめかしってねえ、ドボンしないできらめきもらえて以降本当に最近全然当たりません。運やでも運。でもユンナパラダイス結構増えたよね。ねえ、ランリーパラダイス持ってる人絶対ないでしょ、一人も。それは分かってる。一回しよう、最後に。じゃあ23分5秒ね。23分5秒。みんな23分5秒だよ。ねえねえ、あ、後ででいい。暖房つけてって音した、うん、23分5秒です。めっちゃ美味しい、このポテチ。よかったね。2袋買ってくればよかったかなまた買いに行くよあ、はい、23、1、2、3、4。うん、いなかった。ランディーのときめきがいるよ。ユーナパラダイスとユーナときめきめっちゃいる。パラダイスめっちゃ多いよね。6人くらいいない？そんなこと。もっといるかな。12が2個もある。緑と黄色を出してくれ。ねえ待って、12さっきから1個も出てこないんだけどどういうことマジで。リルの端末どういうこともう12出てこないとオートにしちゃう。ごめんなさいですけど、ゆうなちゃんと2回当たったって。ん、ほんとだ。ランリーのときめき。緑ありがとう。ねえねえ、どういうこと。あ、12来ないんだよ。ドボンされた、最悪できないのにやっちゃう、うん、じゃあ私はちょっとドボンのね、先月の推しメンイベントをね、頑張ってくれたので皆さんが、ランキングを読みたいと思います。ちょっとすいませんね、ダメ、ごめんなさい。結果は39位という お結果ですね。ありがとうございます。第3回推しメンイベント、ランキングを100位から読んでいきたいと思います。ちょっと長くなりますが、まあ、ちゃんと誰がね、皆さん推しメンにしてるとかもバレるので、ここはちょっとバレちゃうよ ね。終わっちゃった。はい、100位やっててもいいよ、うん、100位、まあアットマークうなたんおしさん、ありがとうございます。10、間違えた、99位、寺西さん、ありがとうございます。98位、けんたまさん、ありがとうございます。97位、ショートさん、ありがとうございます。96位おまめアットマーク道民さん、ありがとうございます。あ、今日はスクショじゃないですよ。26分、95位、ベスタラさん、ありがとうございます。千織さん、お知らせ。96分、94位、 MMRULES さん、
ブースさんありがとうございます。93位シーくんさんありがとうございます。92位オリナオさんありがとうございます。91位レリオスさんありがとうございます。90位キミドリさんありがとうございます。89位モチキンさんありがとうございます。88位通りすがりの KR45 さんありがとうございます。87位シオング7さんセブンさんありがとうございます。もう少し、86位ギフさんありがとうございます。85位カバチューアットマークマリカさんありがとうございます。84位ゆうなちゃんお兄さんさんお兄さんありがとうございます。83位たくやんアットマークうなとりどんさんありがとうございます。82位ディールティーハリーさんありがとうございます。81位あつしさんありがとうございます。80位ロクアットマークゆうなおしさんありがとうございます。79位 T さん12があるありがとうございます。78位ゆうまさんありがとうございます。ピンク出して誰か。77位ナンバドラさんしかカタンさんありがとうございます。ごめんなさい飛ばして。76位ミネマツさんありがとうございます。75位マイノスケさんありがとうございます。74位オンタマさんありがとうございます。73位ベリンリンさんありがとうございます。72位ゆうなちゃんお兄さん 2つのタマズやってるのかなありがとうございます。71位右から左へ流しますさんありがとうございます。70位ナリタごめんドボンしちゃった。成田ブライアンウナさんありがとうございます。69位しんすけアットマークなとりどんさんありがとうございます。68位なんだっけ何さんだっけしんでんさん。みんな終わりましたか。誰か見て。続いて28分45秒でお願いします。誰か見て。なんで読めないの。読めない。68位なんたらうなとりどんさんありがとうございます。ごめんなさい。新血さんありがとうございます。ごめんなさい新血さんありがとうございます。67位レモンさんありがとうございます。66位小ヤギさんありがとうございます。65位にゃんきちチューブ激かわいいさんありがとうございます。64ミプピハットリユーニャさんありがとうございます。63位ユーマさんありがとうございます。62位超イルカさんありがとうございます。61位オラジュワンさんありがとうございます。60位クマさんの力さんありがとうございますね。59位新ラメーンさんありがとうございます。58位ヨッシーくんアットマークうな丼さんありがとうございます。57位りょうたアットマーク鶏もも推しさんありがとうございます。56位どんちゃんさんありがとうございます。55位ルカルカアットマークかわいいさんありがとうございます。54位木工ボンドさんありがとうございます。53位マーアットマークウニイクラ丼さんありがとうございます。52位ウナウナタンタンさんありがとうございます。51位はーい服部ゆなちゃんありがとうございます。50位半蔵さんありがとうございます。49位マジカナバナナ様だってマジカナバナナ様ありがとうございます。48位マンジーいっちゃんマンジーさんありがとうございます。47位わたるさんありがとうございます。46位てるアットマークひーゆうなおじさんありがとうございます。イヤホン無駄。45位佐藤なんて読むのこれ。ごめんどうしちゃった。佐藤なんとかさんありがとうございます。44位かほちゃんありがとうございます。じゃあ次は43位ラレイジラレグイ23ありがとうございます。
42位いちかんさん、ありがとうございます。41位アットマークハストさん、ありがとうございます。40位ことぶき、ことぶき愛うなとりどんさん、ありがとうございます。39位立山れん、ね、れんめいさん、立山れんめいさん合ってるかな、ありがとうございます。38位こうにゃんさん、ありがれんぼうさん、やばい、いい加減覚えろって言われる、ごめん、ね、本当にごめん、でも推しメン私じゃない感じだから言えんだけど、ありがとうございます。38位こうにゃんさん、ありがとうございます。37位ユーアットマークれなっちょうしさん、ありがとうございます。36位かめまるさん、ありがとうございます。35位のぐりしゅんさん、ありがとうございます。34位さやなさん、ありがとうございます。33位たいちゃんさん、ありがとうございます。32位梅こぶちゃットマークなとりのんさん、ありがとうございます。31位こうさん、ありがとうございます。30位しゅんすけさん、ありがとうございます。29位たかしさん、ありがとうございます。28位大粒ちゃん、ありがとうございます。27位 YK59 アットマークうなたん推しさん、ありがとうございます。26位オルガさん、ありがとうございます。25位ロロさん、ありがとうございます。24位ボンドさん、ありがとうございます。23位1たす2はハテナさん、わかんないんですか、ありがとうございます。22位ミッタン739さん、何ですかね、何かの暗号ですかね、ありがとうございます。21位ユーアットマーク特製ヤンニョムさん、ありがとうございます。20位キミックスさん、ありがとうございます。19位横たわるリバースさん、ありがとうございます。18位チョロアレティさん、ありがとうございます。17位チップ伝説さん、ありがとうございます。16位ズッコさん、ありがとうございます。15位トモアットマークユーナオシさん、ありがとうございます。やばい、ドボンタイム間に合わん。14位ダイムアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。13位エリカアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。12位ミノッチアットマークユーナオシさん、ありがとうございます。11位バダノブアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。10位デイビスさん、ありがとうございます。9位テトさん、ありがとうございます。8位ホワイトローズさん、ありがとうございます。7位オリオンさん、ありがとうございます。6位いちいち大作戦さん、ありがとうございます。5位イワチョイさん、ありがとうございます。4位ヒガピーさん、ありがとうございます。3位 DH クボチアンさん、ありがとうございます。2位ロコオタさん、ありがとうございます。そして1位がタカさんです、ありがとうございました。今回もね第4回推しメンイベントやっているので、皆さんぜひ一緒に頑張って、今回は39位だったのでね、だんだん順位が上がってきてるので、もっと順位一緒に上げていきましょう。ということでちょっと急ぎではありますがランキングを読みたいと思います。13位台湾中心アットマーク超大盛りうなとりどんさん、ありがとうございます。12位チョロアレティさん、ありがとうございます。11位アットマークうなうなたんたんうなたんたんさん、ありがとうございます。10位ゆうきさん、ありがとうございます。9位ゆうアットマークれなっちょうしさん、ありがとうございます。8位エリカアットマーク特製台湾うなとりどんほっぺかわいさん、ありがとうございます。7位茨城のダイムアットマークリラさんゆうなのためにありがとう姉さん、ありがとうございます。6位ライさん、ゆうなちゃん今日かわいいね好き、おやすみさん、おやすみなさーい。リバースが2個ある。5位ゆきたんアットマークうなたん大好きうなとりどんさん、ありがとうございます。4位まじばなアットマークまさこハピバーさん、それならまさこハピバーちゃんと伝えときます、ありがとうございます。3位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。2位 TK トンからアットマークタイのうなとりどんさん、ありがとうございます。そして1位がロロさんです、ありがとうございました。ごめんね、だっということで、ちょっと今からドモンタイムなのでショールームを終わりたいと思います。今日は母親の誕生日です、おめでとう、ゆちのお母ちゃんまさこの誕生日です。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。今からドモンタイムよろしくお願いします。ありがとうございます、青出してくれてありがとうございます。さようなら。